皆さんこんにちは、ココモのもろこしです。動画をご覧いただきありがとうございます。本日今回紹介しますのは写真 AC というサイトです。写真 AC ですね。ここです。写真 AC、 はい、これはですね、どういったサイトかと言いますと、まずこのホームページ上に皆さんが携帯とかで写真撮られていると思うんですけども、携帯に見えますかね。こういう携帯で撮られた写真をアップロードするとかですね、はい、あとはデジカメとかも使われてますでしょうかね。デジカメで撮った写真をアップロードするとか、もしくは昔撮りだめたこういうデジカメとか携帯の写真がパソコンに入ってる、ノートパソコンとかに入ってる、はい、パソコンです。に入ってるというものをアップロードしまして、はい、こういった写真がですね、欲しいよっていう方が世の中におそらくね、いらっしゃると思うんですよ。はい、そういった方がこのホームページにアクセスして、なんかそういういい写真があったということであればですね、これはこの方がですね、無料でダウンロードできると。そういうようなサイトですね。で、この人に役に立つわけですから、そういう写真をアップした皆様の方に、写真が、ダウンロードされるごとに少しずつですが、2.75 円ですかね、1枚につき。少ないようですけれども、写真をアップするのはタダで、アップした写真はずっと残ってるわけで、で、その写真が、もうね、何十枚、何百枚、場合によって何千枚とアップロードできるわけですから、しかも何もしなくてもそこから写真がダウンロードされると少しずつ課金されていくということですから、場合によっては実際にダウンロードされた金額を換金されている方には何万円、4、5万円ぐらいが換金されているのは結構普通に見かけます。5000、6000円ぐらいも見ますが、2万円ぐらいもざらに見ますね、見かけます。さあ、こういったサイトを使って、写真を埋もれている写真をですね、お披露目して、活用しようということを今から紹介させていただきます。はい、実際にですね、アカウントダミーで、ダミーといっても実際に写真を入れているわけですけども、そういう写真をアップしたのを、一緒に見ていきながら活用する方法を紹介していきたいと思います。まず最初に皆さんこのサイトでやっていただくのは会員登録というものになります。会員登録、ちょっといろんなアイコンがね、あちこちにこうあって、どこから手をつけたらいいのかということなんですけども、ここです。会員登録ということで、ここで、クリックしていただくとですね、アカウントを取っていただくのに2つの、メニューが出てきます。2つに分かれてます。ダウンロード会員登録っていうのは、これは写真アップロードされているのを使いたいという方向けです。今回皆さん写真をアップしていただくっていう話ですから、このクリエイター会員登録というこちら側で、アカウントを取得するようにしてください。はい、でアカウント登録っていう画面に行きましたら、まず最初出てくるのがですね、このサイトの説明です。結構丁寧に書いてくれてます。あなたが写真を投稿する5つの理由ということですね。メリット、ベネフィットというところでしょうかね。こんな感じで紹介されています。投稿した写真がダウンロードされるごとに 2.75 円ずつお金が貯まりますということですね。ただし、本人確認が済んでいる場合ということにはなってます。私なんかも免許証をですね、出して本人確認とかも、してます。毎日3万点程度の写真がダウンロードされていますということですからね、結構選ばれやすいのかなと、選ばれるというか選ばれる可能性はあるのかなということですね。時々こういう報酬アップとかというなんかボーナス企画なんかもやってるようです。でその他ですね、1枚ダウンロードでも 2.75 円ですから、他にもいろいろメリットがないとなかなか始めようかなという気にならないかもしれませんけども、こういった効果もあるということで、書かれてますね。発表の場になるですね、眠ってる写真を何気なく撮った写真をアップロードしてたら、たまたまそんな写真が、ね、10人も20人もダウンロードされたら、わ嬉しいなという気持ちになると思いますよ。それから仲間ができる、
そんなのいらねえよという方にはちょっと余計なお世話なんですが、まあ、SNS 的な機能がありますので、ダウンロードされなくても、あ、その写真いいねというボタンを押されるだけで、ちょっと気分がね、私の撮った写真が評価されるということで、気分が良くなる、モチベーションが上がるということもあれば、あ、こういう写真がダウンロードされてるんだ、ニーズがあるんだということを、他の人のアップロードされている写真を見ることで、そういう情報を得るというか、知識を得るというか、経験値を上げるということができるようになります。それから写真の受注が、実際にされていることもあるそうです。はい、素敵ですね、そういうのは。それから社会貢献ができるということでですね、ちょっと詳しく話しておきましょうか。写真がダウンロードされるごとに 0.1 円が写真 AC から、日本赤十字社を通して、東日本大震災義援金として寄付されているということです。こういった活動を通して社会貢献になるというのも、とてもね、いい活動になると思いますので、はい。アカウントの登録ということでしたので、もうちょっと続き見てみましょうかね。こういった形で情報を入力します。メールアドレス、パスワード、お名前、将来的に銀行口座に振り込まれることになりますので、名前は正確に入れられている方がいいと思います。生年月日、備忘、都道府県ということになるわけですね。ご住所というところですね。はい。で、これでアカウントを登録していただきましたら、また最初の画面に戻っていただいて、よいしょ、改めて、ログインしていただくわけですけれども、会員登録はこの右の上のところだったですが、クリエイターログインというのはこのちょっと分かりにくいんですけどもね、左の下のところ、ここです。クリエイターログイン、はい、この白い文字のところですね。で、ここに先ほど登録の時入力していただいたメールアドレスとパスワードを入れていただいて、継続的に使おうという方はここですね、自動ログインなんかもチェックされているといいと思います。で、ここでログインした画面から、また一緒に見ていっていただきたいと思います。はい、これがログインした画面です。ダミーで、一応作って20枚ほどすでに写真を数ヶ月前にアップして、どうなるかっていうのを、皆さん見ていただけるように準備しております。その画面を今から一緒に見ていただきながら、実際に写真もアップしてみようと思いますので、流れをぜひ見ていってみてください。ここがマイページトップです。マイページトップ、情報が載ってるだけのようなんですが、ぜひここ入られたらですね、スクロールして下の方も見て、ご覧になってみてください。最近監禁された人っていうのが無記名なんですが、紹介されてます。今のタイミングではちょっと金額少ない人が多そうですね。4月23日、4000円、鹿児島県とかですね。4月22日、1万8000円。兵庫県とかですね、4月21日に1万7000円、東京都とかですね、写真アップしてほっとくだけでこんな金額になるんだったらね、いいんじゃないでしょうかね。はい、ちょっと今回少なめですが、少し前覗いた時には4、5万円ぐらいはダウンロードされている方本当にね、いらっしゃいましたんで、はい、それはともかく、マイページのこれがトップということです。その他、会員情報を確認するとかですね、修正するとかということもできます。プロフィール、これが SNS、Facebook とかそういった感じでの、自己紹介を書いたりするようなところですね。さあ、ではその次です。写真投稿。ここを使って実際にまた1枚写真を投稿してみたいと思います。はい。いろいろこう出てきてますけども、ホームページ、ブログをされたことがある方でしたらね、同じような感じだと思います。ファイルを選択ということで、ここをクリックですね。はい、で、先ほど用意しておきました、私の地元の写真、ペーロン祭りの写真なんかね、ちょっとアップしてみたいと思います。あまり小さい写真は不適格になりますので、そこそこ大きめの写真にしておいてください。1回に20枚までアップできる。ですね、それから JPEG 以外のファイルはアップロードできませんということですから、他の形式の方は、JPEG に変換しておいてください。確認事項がありますね。ピンボケではありません。ピンボケ、ね、何枚でも載せられるからといってもピンボケ載せてもどうせダウンロードされないですし、わざわざ検索してたどり着いた方がですね、ピンボケの写真が載ってたら何のこっちゃ分かりませんので、そういったね、混乱さするようなことはしないようにしましょう。
商業施設の場合許可が必要だとか、人物の場合も当然そうですね。それから誰でも見れるサイトですので、あの、わいせつな画像とかはダメです。著作権侵害も当然ダメですね。人の写真は使わないようにしましょう。利用規約、当然ね、人のサイトを使ってやるわけですから、ルールを守って行うようにしましょう。はい、すべてチェック しましたらアップロード。利用規約はね、またご利用されるときに目を通しておいてください。はい、アップロードされた後にですね、まだ公開はされてません、アップロードした写真についての情報を、打ち込むことになります。この情報で、こういう写真を探されている方が、ここにたどり着きやすくするわけですね。まずタイトルですね、抽象的なものよりも写真に似通ったものがいいんじゃないかと個人的には思います。これでしたら何でしょうか。あいおいしのベロン船、ベロンの、船、ベロン船ですね。はい、タグを入れます。タグ、ここ注意事項が今パッと出てきましたけどもね、故意に関連性のないタグを入力した場合、アカウントを凍結することがございます。まあね、せっかくタグを、きっかけで探してきてこられた方を混乱させるようなことはやはりよろしくありませんので、これでしたらもう素直に。タイトルと被るタグを入れてもあまり効果は、ね、高まるわけじゃないとは思いますが、あいおいし、はい、ああいういいところです。タグの入れ方なんですけども、用語を入れましたら続けて入れるのではなく、単語ごとにエンターを押して、これでタグが一つ入ったということになります。ベロン祭りにしておきましょうか。はい、それから港、素敵な港です。造船が盛んなところだったんですけどもね、造船がちょっと今不況ですが、さあ、とりあえず3つにしておきます。この後実際、3つで登録できるかどうかというところを見ていただきたいという意図からです。カテゴリー、写真に関連するカテゴリーですね。はい、これでしたら何でしょうか。街並みとかでしょうかね。街並み、行事もそうでしょうかね。行事、祭り向けですんでね、乗り物ではないですね。その他ちょっととりあえず3つ適当につけてみます。これもある意図があってですが、説明、この写真に対するコメントを 200G まで自由にということです。ここはまあ自由にということですね。誰が、私がアップしているということを今回でしたら入れておきましょうか。誰が撮っているかというのも、まあね、ニックネームとかで表示することもできるんですが、ここも、はい、http、はい、ここも、と、pro。はい、これで公開をしてみます。さあ、注意が出てきました。タグは5つ以上入力してください。はい、さっき3つしか入れてなかったですね。ですから、あと2つ入れるということです。これ何でしょうかね。夜景。はい、夜景。夜の景色。それから、これは何でしょうかね。競争。競争の層は、ボートの漕ぐの競争ですね。はい。これで5つ入りましたね。さあ、もう一度公開。公開。はい、カテゴリーは5つ以上選択できません。ちょっと多いですよということですね。はい、まあ、当初の予定通り、1、2、3個消して、街並み、建物、季節、行事、この2つでね、この写真でしたら十分じゃないでしょうかね。これで公開ということになります。これで初めて今入力した写真が公開されました。といっても手順は非常にシンプルじゃないでしょうかね。ブログのように文章、記事的なものをたくさん書くわけでもないですから。はい、写真ペロン線、ペロ祭りとかということです。で、アップロードした写真がこう一覧表で今出てきてます。ここメニューからですね、一覧表のところ行くことも可能なんですが、まあ、こんな風にアップロードした後、他の一覧表も見れますということです。他にはですね、写真、姫路城ですね、姫路城の夜景とかですね、
まあ、猫の写真とかですね。名前か入れてみてます。最近入れたものも名前かあるんですが、数ヶ月前に入れたものをちょっと見てみましょうかね。あ、いいねがこうされてたりしますね。よいしょ、4ページほどあるんですかね。死後20枚ぐらいですかね。はい、私スキューバダイビングやってますんでね、あの海の中の写真なんかも入れてます。お、太陽、海、青い空、白い雲という感じですかね。これは5枚ほど、これ撮った時大した写真じゃないと思ったんですけどもね、これが最も今のところでしたらダウンロードされているようです。はい、そんな感じですね。写真投稿、写真一覧、ここまで来ましたね。換金申請、ここ見てみましょうかね。こういう写真がどれぐらいの価値がついているかということです。はい、現在の獲得金額ということです。20枚ほどの写真を数ヶ月前にアップして放置している状態です。本当放置です。それで1821円になっているということですね。ネットの間でもダウンロードしてくれる人さえいれば、少しずつ換金というか、まあ、収益になっていっているということですね。これがネットでの、ネットでこそできるすごいところだと思いますけどもね。それから換金可能額、これがですね、実は3500円からになりますので、1800円ではこれはまだ足りないということです。はい、もっと写真アップしろということなのか、いい写真アップしろということなのかという感じですけども。それから換金される先なんですが、銀行口座になります。楽天銀行、私も楽天銀行を作っておりますけれども、まだ口座持ってられない方は、楽天銀行、ある程度溜まりそうでしたらそれからでいいと思いますけどもね、口座作ってください。で、銀行はネットバンクですから、そこから実際現金を手にするにはどうするかと言いますと、有料ですが、今の時点では確か有料ですが、キャッシュカードをですね、作っていただいて、街中の銀行から下ろしていただく、もしくはですね、楽天カード持っておられる方でしたら、ここを引き落とし口座に設定されていると、まあ、カード経由、カード決済経由で引き出すことができると。もしくは振込の手数料安いですから、楽天口座から今お使いの銀行口座に振り込むという方法もありだと思います。はい、でその他メールアドレスとか口座名義とかですね、こういうのを入れていただくことになるわけです。はい、よろしいでしょうか。さあ、今回このフォト AC というサイトを紹介させていただきました。まとめますと、今ね、パソコンとか携帯とかスマホとかに眠ってる写真があったとすれば、そういう写真をこのサイトにアップすることで、日の目を見ることのない、コストがかかってるハードディスクの中に保存されているものが、人に役に立った上に収益化される、いくらかに収益化される、でなおかつそのダウンロードを経由して、社会貢献にもなるという、こういうね、素敵なサイトを思い立たれた方がいらっしゃるもんですね。はい、こういったサイトを紹介させていただきました。ぜひ、今、ね、携帯パラパラっと見ていただいて、あ、なんか結構いい写真俺撮ってるやんっていう方いらっしゃいましたら、ここを活用して、写真アップして収益化されてみてはどうかなと思います。私の先ほど作りましたアカウントも残しておりますので、もしよろしかったらペイロン線とかですね、そういったことでつながっていただければ、嬉しいなと思います。また引き続きこういうようなサイトを、IT 関係のものでお役立ちのものを紹介していきたいと思いますので、また、ココモの、下アドレスなんかもつけておりますので、ブログ、ホームページなども覗いていただければ幸いです。長時間動画をご覧いただきありがとうございました。またよろしくお願いいたします。では失礼いたします。